大聖将軍寺は大阪府八尾市にある高野山新言宗の寺院。三号は新明無垢樹山。会期は聖徳大子、本尊は職神大子である。旧奈良街道に面して立つ。聖徳大子根竜三大子の一つで、英福寺の上野太の大子、野中寺の中の大子に対して下の大子と呼ばれている。地元では単に大子堂と呼ばれている。 聖徳太子像と四天皇像、陽明天皇二年、数仏派の蘇我馬子に組みした、聖徳太子が廃仏派の物ノノベモとの戦いで、今もし我をして敵に片しめば、必ずまさに、守屋四天皇の、御ために児童を立つべしと祈願して戦勝したことから、戦後間もなく四天皇を祀るための寺院として、摂津国南派に四天王寺を建立するとともに、当時の太子堂も建立された。 また、死ぎ山に現れた、微射門天造を二体作っており、一体を死ぎ山、長後孫子寺に、もう一体を当時に奉納して、微射門堂を建立した。水古天皇二年に、水古天皇より、現在の三号と次号が贈られる。これによりこの年を、総建年としている。天平商法八年、聖武上皇から、大政将軍陳後国家寺の称号を贈られ、 直眼時に定められた。かつては、宝釈院、流芸院、日ライ院などの相棒があった。ありがとうございます。